空港シャトルバス専用車空港シャトルバスは千葉県の成田空港の空港第二旅客ターミナルから九十九里海岸の横芝屋形海岸まで芝山鉄道延伸連絡協議会によって運行されている路線バスである千葉交通成田営業所が受託している芝山鉄道の建設は墨屋調査団の主催で1993年9月20日から12回に 渡って開催された成田空港問題円卓会議で、今後の成田空港の整備を民主的手続きで進めていくことが約束され具体化したが、地元町村の要望である、九十九里海岸方面への延伸についての約束は得られなかった。そのため芝山町、横芝町、松尾町、蓮沼村の4町村で構成される、芝山鉄道延伸連絡協議会が、 延伸が図られるまでの代替処置として2001年4月1日から空港シャトルバスの運行を開始した。成田空港第二旅客ターミナルから芝山萩和道を通り、終点は横芝館海岸である。空港シャトルバス専用車費のブルーリボンを2台有し、ボデーには成田空港及び芝山鉄道延伸連絡協議会の参市長である芝山町三部市、 横芝光城のゆるキャラが描かれている。以前は、三菱扶装、エアロバスハイデッカーを2台有し、ボデー側面には、芝山鉄道遠心連絡協議会の4町村の小中学生から公募したペイントデザインが施されていた。三菱扶装トラックバス株式会社、扶装2001年6月号から、扶装ニュース、ありがとうございます。